はい、録音しました。4月1日からエイプリルフールから始まった大阪を探せ6南、まあ残念ながらね、ファイナルなんです。誠に申し訳ございません。こんなね、ある意味いい企画やってるけどね、はい、終了でもまだあるんですよね、あの後継ぎが。え、後継ぎだ、初代だるま、あー、だるまバンブル、はい。今回いや、僕もほとんど出店者、ね、一人以外は全部来てる。あー、ね、誰いや、大阪を探す、6回目で、なんかこの写真が影響したのかわからんけど、みんな道頓堀を撮ってる。あえて俺、道頓堀にしたの、みんな多分外してくるからね。いや、みんな素直なんですよ。だから小田島さん、誰か川取れへんから、いやいや、あれないとね。うん、で、今日はちょっとみんなの前に出にくいのはあるんですけど、中野さん、中野俊彦さんの、B0 1枚、3枚こうパノラマみたいに合成してるんですけど、どうと思います、はいはい、最近なんか1枚とか多いよね。そうですね、いろんなとこがさ、まあ確かにいろんなそうですよね。まあ、今回これを終了とす、うん、なった原因を作った。私もありますんでさ。はい。え、長さん、この写真はどういう感じ？いや、君と長さんの問題、あ、いうか長さんと僕ら関係ないよ。関係ない。もう、続けたいのにもっと。そうですよね。ボソボソやりますもん。いや、これどうなんですか。一応今回なんかこうね、大阪探せっていうのは一応。まあ、出店者っていうか、まあ、外部の人も内部の人もひっくるめて一人、まあ、リーダーじゃないけど一応連絡係を設けてて、で今回大阪を探せ6南は、まあ、中さん、はい、今手前にでかく写ってる、はい、アンパンマンじゃないですよね。中田さんが企画じゃないですけど一応担当なんで、で、まあ、一応一個一個感想を聞かせてもらいます、こう作品のコメンテーター、コメンテーター無理だ、ね、はい、ある種小賀さんみたいなもんですよ。無理よ。もういい、痛すぎるだろ。小賀さん無理だ、ね、小賀さんにとって自分で精一杯やのに。まあ一発目 B01 枚、これはどんな感じ、感想は短くね、短く、はい。どんな感じですか。まだそう振られて考えてなかったんですけど、はい、B01 枚ですね、はい、カラー、これカラーやってよかったかなと思うんですけどね、なんかカラーの DM 推薦してた割にもモノクロカラーよりかこっちモノクロの方が良かった。あ、モノクロが良かったですか。僕自身がそうかも、はい、まあ、ある種これ一発目持ってきたのは、まあ、一番道頓堀、まあ、導入し、まあ、そうですね、まあ、そういう意味ではすごいある種アイコンっていうかこう入りやすいですね、うん、まあ、南知らない人は今回来てないと思うんやけど、道頓堀知らない人はね、まあこういうのが南の中心っていうか、まあ、実際中心としてね扱ってますから。これパノラマです。いや、これ多分切ってるだけだと思いますよ。これ今回も切ってるらしい、切ってるだけ、はい、トリミングで切ったけど、でまあ、この味噌は真ん中に一番空の部分を入れてる、うん、これいいなと思う。普通どうしても上持ってるの真ん中にしてるのか、これ一番上、これどう通りですか、これ上はエリア的にちょっとずれてたんじゃん、中のあの商店街の商店街のね、だんだん予定だんだん予定ですか、はい、中野さんはちょっとね今日は帰っちゃったんですけど、本人の意見を、ね、聞きたかった。まあ暑い人やですから、悪い人じゃないですよ、人相悪いですから。人相悪いけど暑すぎてちょっとね、いろんなトラブル、まあ、トラブルっていうか、まあ、中さんとの、ね、トラブルでみんなドン引きしたっていう。まあ、はいはい、まあ、最後にまたこの話をしましょう。はい、
ね、その隣が、蕎麦さんが、いつも名古屋から、はい、このためだけに、はい、新幹線、今日は新幹線行きます。すごい金あるな。帰りきつきつなで。これタイトル何でしたっけ。あなたと狛犬にファミマート、はい、これ全部ねファミマートって言うんですよ、はい、それも夜のファミリーマート。うん、なんかね、写真がちょっと変わってきたような感じがする。なんかね、なんかすごいいい感じというか、タイトルがちょっと笑いますけどね。どうしたの、うん、なんでこのコンビニを撮ろうと。あの、まあ、私もあの仕事が、はい、コンビニのチェーンの、あ、まあ、社員の、ファミリーマーじゃないんですよ。ファミリーマーじゃないんですよ。またとある、とあるとか、まあ、あの買収される、買収されるとか、いや、そんなんやっちゃっていいんじゃないの。ちょっとこうあれです、あのちょっといろいろ今、はい、あのそういう話が、会社の重要、あの社本部の社員が、はい、本部ってそんな言うていいんじゃない。まあちょっとここは大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。見てへんやろし。あ、いやいやいや。ほんで、いや、今度親会社になるかも分からへん、ファミリーマートさんを PR か。いや、違います、違います。逃げ道を作って。ああ、いやいやいや、あ、要するに見に行ったんや。要するに、はい、まあ、火をつけてね。火をつけてね。いやいや、違います、違います。いや、実際、道頓堀っていうか、あの南のあの辺はファミリーマートが一番多いんです。実際、実際に中央区っていう国に調べたら93店舗、ファミマさんが93店舗、すごい、ね、中央区で、セブンが50店舗、はいはい、ローソンが48店舗ぐらいで、はいはい、中央区だけで、あったらもう、ファミマがめちゃくちゃ多いんですよ。あ、ほんまですか。サークルテさんクソ、まあ、もう10店舗ぐらい。名前出してる。はいはいはい、そうなんだ。あ、だから、チャレンジ出しちゃった。で、タイトルは何でしたっけ。あなたとコンビニ。あなたとコンビニ。あれね。そのタイトル見た瞬間、あ、これやなと思います。まあ、分かる人はね、多分分かるんやろ。買収されるし、これほんと全部網羅したってことですか。いや、あの島の内の方とかまだ行けてないんで。ああ。南地小堀だと島の内はまだ、はいはい、ちょっと、いや、なかなか。一番でかいファミマどこなんですか。エリア的、エリア、あの辺りにある。僕、あのちょうどだから、どう言ってんですかね、あのラブホテル街のちょっと横のところのファミマしか知らないです。ああ、はい、あ、ね、あ、あそこでかいよ。あそこでかいですよ。でも意外とでかいな。でかい規模ってないの。バス乗り場ぐらいじゃない、うん、あ、バス乗り場のナンバーの、はい、あのね、バス乗り場のファミマあるじゃないですか、僕ね、あの卵店の時に、あ、これ卵買いに行ったその向こうで取らなくて、売ってない。ああ、売ってない、卵売ってない。場所によりますね。欠品してたのかもしれない。いや、ないこっちはないって言ってました。ダメです。まあ、そこで生鮮食料品買う人です。いや、だからあこでそういうの買う人じゃない。飲食の店あるから急に緊急のようだと思うんです。ああ、そういうふうなことは本部言うて。ちょっと言うとかな。これ入れとく。いやいや、卵売ってないやん、思って。あ、あそこで逆に売れる気するんですか。ねえ、場所的にないわけです、これはどうなんですか。ソマさんの心情は入っとるなと。あ、仕事といろいろ、まあいろいろ考えることあるもんね。いや、まあ本当そう、もともとはあのコンビニのテーマはするつもりだったんですけど、はいはい、あのセブンイレブンがベースだったんですよ。で、ローソンとファミマも1店舗ずつ。だからこれだけが去年のもう冬に撮ってて、もう完成しても出す準備ができてたんですけど、あ、まあ、あの3月の頭の発表あって、はい、全部ファミマにしようと。あ、はいはい、でもう一回撮り直ししようと。はいはい、先月末に行ったんです。はいはいはい、意外にめっちゃ店舗で、なんで夜にしようと思ったの。最初昼物を撮ってたんですけども、うん、やっぱりコンビニエンスだって24時間やってる。ああ、実際24時間やってるんだね、やっぱり夜の方が映えるんですよ、自分の中で。コンビニっていう存在、昼間は映えへん。映えない、やっぱりまあ服装です。ファミマが、いや、そういうわけじゃないですけど、まあ、ていうか店の中が見えるというのは面白いですね、うん、そうですよね、うん。いや、なんかちょっと社会派になってみたいな。今は割とどっちかというとね、緩い感じのね。そうですよ。なんかこう、パッと。なんかあんまり言わないんですけど。パッとまとめました。はい。ほんで、蕎麦さんの隣に、あ、蕎麦さんの横に、中村さん。はい。話してたんですか。どうした、空気読んでくださいよ。ああ放送中ですか。中村君、うん、と
この間あの猫と卵って草木ビーチにハマってる中村、はい、でも多分カンオーギー使わせて最近の話聞いて嫌なかったかいや最近のなんか血生臭いね、もうやめるややるやみたいなあの前途洋々な人間が言ってること聞いて、はい、多分存用してるかも、ねはい、結構の枚数は結構出してますね、はいうん、どうなんですか今回は どうですかこれはエリアを絞ってるはずなんですけど、はい、広くしすぎたなっていう。あ、まあ、そのだけいろいろ歩いてるってことね、うん、いろんなものがいっぱいあったなっていうのが印象残ったので、はい、それをいっぱいにしようと思って、うん、そうなりました。あ、はい、なくなくてみんなそんなに行かんと行く家が遠いんだ。まあそうなんですけど、あんまりそこまで行った方がどういうイメージで川がある、まず川というか、え、川取ってた、取ってた、あのどっか一番最後、ああ、これか、うん、これが多分川、顔映ってない。一万円。あ、ちらっと映ってない。ああ、これ何が映り込んでるの。ドンキです。あ、ドンキ映り込んでる。ああ、はい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 。でもまあなんか一人で全部なんか背負ってやった感じはするけどね。なんかこれが謎なんですよね。出し入れ、ラクラクなんかね、出し入れするもん。向こう無料案内所でしょ。これちょっとやんでると思った。これちょうどいい出し入れ、ラクラクの向こうにね、無料案内所、無料案内所これすごいいいセンスしてるね。消費者庁が手前というか、その、はい、自動販売機関にあって、はい、でその奥が向こうやったので、面白いなと思って。いや、面白いよね、これ。これはそういう意味でも出し入れが楽じゃなかった。え、なになに放送されたやつよ、これは。いや、リアルまあね、こういうの押さえてるし、唯一でしょ、これ撮ってないから。これ近く撮ったし。いやいや、これ自体、ふりかけ不動自体も撮ってないから。いや、嬉しいんですよ、こういうのあると。これ一回首折られてるか。うん、これがまたわからん。これね。これ何が面白かったの。看板が大きかったのと、近づいて大阪っぽいっていうのが素直に揃えて。大阪っぽい。これで宝石なかったわからん。これって、普通の飯屋、白ご飯とかこれ。なるほど。あ、横綱。ああ。あれだ、ほんとに。ほんとに。はい。いや、だから全部、なんかこう、まあ、こういうね、あの、味噌も。味噌も抑えてますね。そうそう。ちゃんと、なんかこう、必要なとこは取ってるんですよ。うん。でもなんかこれが弱いなと思って、ね。これだけがね。でもね、一番好きなのは、これなんですよ。ああ、まあそう。いや、見た目関係ないんやけど、なんかこう強いな、なんかこれは。まあみんながこれやったらね、ちょっと問題ある。でもまあ、あの結構中村君の写真を見てた人は多かったからね。まあそんだけいろんなとこ撮ってたっていう意味で言えばすごく。ただまあ並びはなんかね、並びがちょっと俺は気になってるけど。うん。でもまああのいいスナップっていうか、なんかこうその場所を。まあ一人の力でほぼ分かった部分もありますよね。ほんで、次が問題さんみたいなけど、まあ、今回の一番のタイムリーっていうか、なんか一発やっていうか、いやなんかこれは重い。まあね、奥山さんちょうど、ね、いつもこう、あ、奥山さん、熟女キラーでしたっけ。奥山さんのそういうのがあるんですよ。奥山さんのやつはこのほとんどこれってあれ、あの引っ掛け橋っていうか、もうそうです、あそこの上で、ようこれを
は正直やられたと思う。ちょっとね。これ何ミリで撮ってる？これはもう完全450。450、すごいよね。出ない、無理よ。いやー、これある意味、ようこれをね、続けて撮れたな。タバコのやつめっちゃかっこいい。これや、まあ、これね、これ指がね。はい。このなんか映ってる絵柄でいうとこれが結構好きなんだ。ああ、うん、ねえ、これね、これがね、あの場所がすごい分かるから。これはほんでもどういうきっかけで？もともとはもう望遠でスナップ撮ろうと思って何回か行ってたんですけど、はい、もうラス3ぐらいの時にその最初のスターバックアートタバコですね、はい、さんたまたま撮れて、あ、これで1回はいはい、これで行ってみようかリモデルもあるし、ガストに行くらいで撮りました。はい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 、これ今までなかった世界ですね。うん、ようね、隣になんか綺麗なお姉ちゃんが携帯さってるちょっと見たくなるんで、あれとよく見てる。見たくなるんですね。腕上げたね。いやいやいや、いやもうほんまにこれはね、なんか覗き見がやられた。俺はやられた。すごい。タイトルなんでしたっけ？記念撮影。あ、まあそのままですけどね。そのまま望遠か。うん。50でやってたんですよ。え、これを？ほんまにバチが出て。病気やん。うん、それは。コートパンツやったよ。けど、まあ、限界があるな。まあ、中のモニターの映ってるのは結構具体的な人に、そうですね、ボケてるでしょ、うん、だから結局そこしか見えないっていう、うん、みんな視線が集まるから、うん、なかなかうまいなと思って、ねえ、うん、すごい、これさっきの指の姉ちゃん、美肌モードで撮ってましたからね。えそうなんだ。そうなんだ。美肌モードなんですよね。いや、指でも美肌になる。いや、この姉ちゃん、僕に行ったところに美肌って出てる。あっ、美肌って、ちゃんと見てますよ。いや、いや気付けへんかったわ、これ。これすごいなぁ。でもこれは不審がられないんですよ、これ撮ってる。逆に南は買っちゃいますよ、ね。ああ。撮ってる人も多かったんですよ。アジアの人も多いんや。そうですね、そうそう。実際もう日本人いないんじゃないですかね、これ出して。でもまあ、この話する前に言うとかなあかんのは、SD カードおられてるんですよ。これ言うところね、あの道頓堀か添右門町の辺で、ね、そうですね、はい、で添右門町のあたりで夜写真撮ってて、まあ、あの呼び込みじゃないけど、そのそういうお店のお兄さんに、お前何撮ってんの言われて、で写真があまりもいっぱいありすぎて、それを出されておられる。そうです、ね、すごいよ。それって何、これ撮ってる前前です。あ、うわ、それがあるからこれがあるってことだよね。いや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 、それすごいよ。すごい。ほんまに。おられんねん。バーンって。よくよくおりましたみたいなね。いや、それ何ギガなんですか？32ギガ。やった、いった、当たった。高いなぁ。4週間分ぐらい。え、その時、おられてから、いつ、次、いつ取りに行ったの？おられてからでも、心漏れてるでしょ。まあまあ。いや、そんな次の日に行かないでしょ。次の日は行かない。ちょっと2、3日ちょっと考えたんでしょ。考えつつ毎週間ぐらい。あ、だってやっぱりなんかこの間でああいうのを撮れるんよね。そう、おられたってことになる。え、望遠で撮る。いや、その時は広角ですね。俺もおられたとか言ってんだもんな。そう。いや、すごいわ。で、その時なんかこう反論しなかった。いや、まあその時はまあ反論できて、いや、もうちょっとチンピラ度の高いやつ。え、名前中野さんです。いや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 、やっぱりなんか、やっぱりなんか考えた末っていうか、考えなあかんよね。ね、カメラ持ってなんか何も考えんとプラプラって撮ってるだけではね。中さん。いやいや、まあ、これはほんまに、まあ、ある種衝撃与えたやつです。はい。
はい、でその次に、新之助さんと新之助師匠、はい、新之助師匠、あんまり死後はあんまりやめて、あれね、はい、いや放送あの終わる人やったんで、はい、ちょっとつなげようかなと思って、何だろう、相馬さんの話が終わるから、聞きたいこと、はい、あ、いや、僕に言うとこだったじゃないですか、質問なんです、あ、だから後で個人的にいや、今聞いてください、いや、ビーツ、はい、今聞いてください、この間行った時に、はい、長いことなんかこう、はい、聞かれてあって、カメラ相馬さんが相馬さんやったっけ、すみません、やったよ、今のは違うことが分かった、違ったらと思います、師匠はちょっと寝不足ですね寝不足の新之助さんの写真が、タイトルも南の森、はい、実際こう南にも緑がいっぱいある、まあ、ちょっとね、あの写り込みっていうかちょっと光ってるんですけど、まあ、ナンバーパートですか、はいはい、どうしても南と道頓堀とか、はいはい、町で、はい、赤外写真、まあこれはいつものね、赤外写真撮影というか、マジニュースなくとってもあんまり赤外っぽい効果が出ない、そう、コントラストつくんです、はいはい、あと人の顔がちょっと違う、はいはい、紫外で撮ってるの、紫外だったら、まあ紫外も撮ってるんですけど、はい、紫外ダメなんですか、いや今回あのアビーさんで紫外ですあ、いや裏とかぶっちゃいけないと思って。あ、あのデカフォト？デカフォト。あ、それ紫外線なんです。僕行ってないんですけど、紫外線なんですか。それは道頓堀なんですか。いや、それは大阪城公園で、うん、親子連れがあるで、はい、赤ちゃんおばあさん、はい、あ、家族写真で娘さん、はいはい、みんなガンプロどこの現地ですか、そう、悪意ありますよね、悪意ありますね、結構笑って人をさせるタイプ、そうなんです、そうなんです、そうなんです、で、あと人が聞いたら今あのオマージュの狂気出してるんですよね、はい、どんな写真でしたっけ、セルフで、はい、包丁舐めてて違う違う、それ紫外線なんですか、紫外線で、真っ黒になってるそうだ、うち一番手抜きされてない、いや、そんなことないです、だから、ね、南の、ね、その、なんかこう、はい、のごちゃごちゃしたっていう、はい、いらない場所もあるっていう、はい、なんか、スッとしてますよね、なんか南の街の中でね、こうやって包丁なんか前は警察いやいや、つまり SD カードおられてる人もいるからもう裏やってくれないピースのためにそれやったら誰か撮ってくれるし、あ、僕そっち絶対いやいや、全員で行きましょうかもね怪しい、いやいやいや、まあまあね、南にも、まあ、森があるっていうか緑があるっていう、うん、ナンバーパークスのあそこってあちゃんと管理されてるんですか、管理すごい緑あるじゃないですか、ああの警備員の人はどうですか、え、水やってんの手で、いや、手でやってるのは見たことない、機械ですかね、機械だと思う、ああ、いや無理ちゃいますね、でもあの緑すごいよな、うん、よくもういつもやってますもん、はい、このあんま話題にならないですね、なんかこう撮ったりなんかやる人は、僕も意外、僕も肉眼で見は知ってないけど、これを写真で見てる分少ないですね、意外とね写真撮っても、うん、パッとせん感じになるんですか、変わりはね、なんかしないですよ、要は航空写真とかで紹介されても結構密集してるんで、はいはいはい、割とね一番上の方はこう、はい、こんな感じで、はい、割と見応えこれ冬場でもこんな感じなんですか、そうですね、うん、冬場でそうです、夏の方がすごいです、うん、あんま変わってるイメージないですか、ほんまですか、わかりました、はい、そして、次は、塚田君と、はい、ちょっと、はい、結婚おめでとうございます。おめでとうございます。広瀬さんは、もうちょい、ね。ああ、もうちょい。ほんでも、まあ、もう、まあまあ、もう、ね。はいはい。こんなところでこんなんやってる場合ちゃうのね。で、今日は中華。何が違う。いやいやいや、まあ、実際、あのね。
もう嫁になる人待たせますから、ね、まあまあまあ、はいはい、ちょっとごらんすか、はい、と3枚目、はい、しんのすけさんが言ってましたよ、なんか普通やな今回なんか残念がってましたよ、なんか同じチームに思ってたよ、ね、あ、同じチームやっぱ急にここに来てなんか普通になったの、あ、普通のね、まあ、やっぱね、これはなんで今回こんな感じにしたんですか、モノクロでこういう普通もっと色がなってやったりする、中さんはキャプテンやったけど、うん、タイトルもインサイドっていうタイトルで、はいはい、中っていう、あ、ほらこれ中さんを表してんのこの写真は、そうです、だから思わないのこれ、あ、思わないのいいね、話やな、顔払って出店してんのこれは面白い、あこれは面白い、はい、でもね、僕この2枚目これ何がいいかな、これは 何がいいの、真ん中で、中の真ん中でパッて切ってて、大きく切られてる、ああで、トーンとかは、うん、上のやつは上の写真に合わせる、うん、下のやつは下の写真に合わせる、あ、この真ん中の写真はこの真ん中上がこっちに合わせるってこと、はい、でこの真ん中より下のトーンをこっちに合わせるってこと、はい、それ引き継いでも多分分かんない、分からない、大丈夫、大丈夫、脳溶けてきてる、これは中さんにリスペクトしてるんですよね、まあホームレス撮ってる、要はホームレス撮ってる、いや詐欺撮ってへんか、あ、撮ってへん、だからそれなんか中さんのために僕撮ったんですよみたいな、ね、ずっと言ってるんですよ、だから俺上のも言ってたけど上一番上真ん中でよかったまあそうなんですけど、真ん中のやつ入れるんやったら下入れな、これはそういう意味やったんだ、とりあえず上行っといてもいいじゃない、ああ最後ね、まあ最後なんだね大阪は、まあこれは女も一番ね、この鳥すごい、うん、まあ写真始めた時に鳥ばっかと撮ったんで、え、なんで、いやなんか鳥木好きやん、来たよ、来たよ、これ欲しいんだ、なんかね、もう展示とか全然わからんときって、うんうん、動きもんとか、速い、ランダムに動く鳥とか、ああいうのを撮ったら、まあ、写真上達するかなみたいな、はいはい、あれ撮ったんで、まあ、ちょっと来たんで、はい、あ、でもこれはようちょうどええと感じで来てるよね、うん、うん、これ鳥なかったらもう多分普通のダブ、普通の、うん、写真で誰かがわーっと鳥がおる方がええみたいなところ、これ一匹だけ持ってるの、ホテル都会、え、うん、都会でしょ、ホテル、え、なんていうの、ツーって書いてあるんですけど、昔は確か都会って書いてある、都会、都会、え、これリンゴのマークじゃないの、いや、TO ってなってる、 TO でしょ、これで、昔は都会、都会、今は名前変わってなかった、 TO じゃないの、これ今変わったのか、ああ昔は中さんここよく使ってた方なんです。よく使ってたね。ああ。でもこれ上から撮ってるやつ。あ、これ下からです。駐車場から撮ってたやつめっちゃいいんですよ。でも俺見つけた。でもあれ上がられる本当なかった。甘いですか？うん。勝手に上がってるんです。駐車場、3階建ての駐車場。ああ、はい。屋上からこれをがちょうど正面に見えるんですよ。うん。ではすごい落書きしてるのね。めっちゃ落書きしてる。うん、それええー、なぁと僕も行こうかなと思って、いや、なんか、まあそれは駐車場が別に普通に上がれる、上がります、上がります、関係者以外立ち入りに書いてないですから、ね、え、書いてるって書いてなかったですよ、4つぐらい書いてあって、うん、で、パーって見たら一旦どこ書いてある、いけるって、お金なんか、こうなってる、まあ文字が読めない、中国人の漢字やったわ。ひらがなっちゃうから。まあまあ、ほら、これ中さんに、まあ、ちょっと送るって。まあもう大阪を返して最後はね。はい、最後でお返しするだけ。もうぐしゃぐしゃになったやつをお返し。中野さんの中じゃない。なんでだ、そういうのやるの。それも入ってんの。あ、みんな入ってますよね。ちょっと入ってる。まあ、入れたつもりやない。まあ、
話題です。ほんで次が、室田さん。はい、村田さんはあのお姉さんキラー。マジですか？村田さん。うん、もう若いからなんでここ来たらしい。なんでここ来たらそんな言い病つけられんねん。いや、あの室田さんの、写真が、まあ、あれこれもね謎なんです、結構謎、一番難しかった謎で、まあこれは全部メリルで撮ってるんですね、シグマのメリル、はい、でこれはタイトル何でしたっけ。サムワンズクロニクラブ。何やねそれ。でそれは日本語で言うだからね。誰かの、クロニク陽気的な愛、はい、これがもうある部分ね、南って言われるとか、難しいっていうか、はぁってなるからね。まあだから全然アプローチが違うのすごい面白いなぁと思って、どんな感想ですか、やってみて。やってみてか、とりあえずあの機材変えたばっかりで、慣れるっていうのは。でもこれメリルじゃなくても取れる。全然メリルの意味がないこれある意味メリルの意味ないよね。ごめんね。いやこれメリルの意味はな、これは特にメリルの意味ないんだよ。いやそんなあの使用感だけ、前使ってたカメラ、テンションが似た感じで撮影できるので、自分に合ってるっていうことで選んだんで、描写がどうか、そういうのを意識して、よりもそのフィット感ですか。そうですね。どうなんですかね、この写真は。どうなんですかね。すごい難しかった。みんな自分では分かりきれなかったんですよ。まあこれの重要視してるのはこのハイライトよりもシャドウ。シャドウですね。黒い部分があのまああるっていうか。だから実際見えるものはこのハイライトであったり中間とこ色なんやけど、基本的にここに意味持ってくるのはこのねシャドウ。そう、暗い要素なんかどういう意味なのかなって。どんな印象なんですか、イメージなんですか、この黒を。イメージ、隠したいっていう。何を？前を。前かな。肉眼では絶対見れないし。でも肉眼では見えてるよね、このシャドウは。多分撮ってる時は見えてるね。実際写真にあった時にこのラチジュードであったりそういうのが超えてるから黒くなってるわけでね。まあこれは何やろうね、まあ感覚といえば感覚なんやけど、でも感覚からなんか言語が、出ないんですよこれ。全く沈黙やしね。まあそれは狙いは狙いなんやろけど、なんかこう、なんやろな、もうちょっとこう、なんか教えてっていうか、なんかこの取っかかりじゃないけど、まあこれだけの枚数では多分難しいのかな。もうちょっと枚数みたいなと思います。でも以前はもっと真っ黒の写真やってたからね、で自分で自分のこの面白さを伝えるとしたらどんな感じですか。面白さっていうか、その見方っていうか。見方か、なんかその異物感みたいなのはすごく意識していて、あの視野に全部寄せてるんですけど、あの色味を、青いってこと、青い、その中に赤がドンってきたり、はいはいはい、あとは、まあ、影の部分、黒ずくめの部分もあるので、街の中に、普通に見えてるものなんですけど、まあ色補正したりっていう、見えないものを作り出すっていうイメージで、なんで、なんだろう、違和感も面白がってましたね、自分で。ああ、
見てる方もっと違和感。そうありますね。僕ね、この中で、なんやろうな、変な言い方ですが、はい、これなかったらええのにっていうのがこれなんです。ああ。これなかったら、すごい言うてることとやってることがピタッて重なって、これだけがね、余計な話やなと思って。それめっちゃ悩んだ。これでね、余計にこんがらがってるんです。これなかったら、ほんまにこれと、これと、これと、これ着てたら、うん、まだ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 いけるね。もっとは、うん、ここはみんな抽象的なんでね。うん、そうですね。それだけが一つ具体的な、まあ、形、色、形が分かるっていう。これが有機的というか、うん、他無機的やのに、これだけがなんかちょっとなんかこうある種ならこれが一番なんか入りやすいかな。うん。だからでまあどうなの、まあそこまで整理整頓してしまいたくないっていうのもあるかもね。結局やってるのは人間やから。ね、あの枚数を奇数にしたかったっていう。え？それ何それ、なんか、え、なんか、占いかなんか、奨励にしよう。それは占いじゃない。え、それは俺面白い。なんで奇数にしたかったの？あの、縦列で並べたかったんですよ。あ、これが4枚よりは5枚、ね、5枚の次に7枚とかする。そうですね。うん、あ、4枚だな。うん。あ、それはなんかある種新しい考え方。でもどうしてもなんていうの、こう縦に5枚やったら真ん中がなんかメインになってくるよね、うんうん、だから一番違うやつを真ん中に入れてる。でもね、僕もね、これね、指示書はじめ入ってない思ったんですよ。あ、で僕これね、勝手に自分で貼ったんです、初め、はい、これこの並びじゃなかったんですよ、はい、でこの並びじゃなかったのが2箇所だけなんです、はい、これとこれが入れ替わってただけなんです。ああ、と覆ってたんですよ、はい、でこれなんか完全にここやと僕思ったんです。あ、でもね、これだけがこの真ん中に来るとすごい、この赤い、あの、これがこっち来る方が僕の方が良かったんですよね、うん、まあ、それはなんかいろんな、これは一個一個のパーツを組み合わせた時に何かなるとしたら、どうしてもこの植物が、まあ違和感じゃないけど、うん、イメージは強すぎますもんね。うん、まあ一番情報量多いのはこの緑やからね、うん、タイトルなんでしたっけ。サムワンズプロニクラ。ああ、もうそうだ、なんか別に納得するよね。これ記念写真とか言われたらね。まあだからそのタイトルのもつなんかこうニュアンスで、まあ今はいいと思うけど、もうだからもっと枚数みたいよ ね、 そうですね。これで何十枚かなった時に世界がもっと見えてくるかもね。まあ、あの、ポテンとか、ね、うん、見てみたいですね。今後拠点するにあたってこういうので持ってきたいなっていうのもあったんで、うん、まあまあ今は練習の段階で、うん、あともうちょっと僕は大きい方がいいね、写真が、うん、ちょっとだけなんかちっちゃいなと思って、この倍ぐらいで1枚だったらいいかな。で、いいとこはね、立ち切りがいい、ね、これ枠号のない写真だから、マットなんて絶対似合いない。あ、立ち切りで、まあ、あとね、ペランとしないでもうちょっとグッとやったらもっとシャープな感じになったと思うけど、そして次が、イエロー、はい、あの死にかけてたイエロー、ご成功おめでとうございます、はい、ありがとうございます。入院してたイエロー、はい、はい、あの医者からタバコを止められてるのにも捨てるイエロー。イエローさんね、地獄から復帰したイエローさん、どんな爆発されるのか。いやいや、こんな感じです。まあ、イエローさんはいつも、あの、ほんまどこ撮っても西成に見えるっていう。言い技が、そうですね、どこ撮っても西成に。いや、それはもう守備一貫してるな、ほんと、撮り方が。うん、変わらないのは僕はあるっすよね、いいなっていうか、うん、でもまあちょっと前もね、言うたんですけど、うん、やっぱりこう病み上がりやから、でもちょっとエンジンかかってきた気はしますね。そうですね、うん、だから西成取ったらほんまよかった。あ、こちら行きますね、行きます。うん、何やろうな、やっぱり人間がなんか変な人間じゃないけど生々しい人間がおるときの方がめっちゃなんか反応するんや。そうですね、うん、でも何とっても西成へのそれは褒めてんの。いや、いいキャッチャーが来るかな。
来たどう見てもね、西成じゃない、西成じゃないもん、西成じゃないもん、西成を取っても西成西成を探してるかもね、南じゃない、いいね、そういう感じですよ、あ常に西成を探してる感じ、うん、ある意味大阪を探してる、大阪を探してる、ある意味大阪探してる、はいはいはい、で今回この光沢のプリントやったんでちょっとね写り込みでちょっとあれ、うん、最近光沢なんだ、ね、ツルツルのプリントばっかりじゃないですか、そうですね、あれはなんでなんいや特に好きなんですかツルツル、あの色的にあっちが追ってたぐらいで、ああそんなにいいんじゃないですか、はい、これ GR で撮ってるそうです、全部 GR です今回、はい、いやいやいや、これはどんな感じですか、結構あイエローさんの言いましたよ、いやいやいや、言わない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 、おっさん撮りますよね。今日はね、道頓堀でおっさん撮る意味ないよ。それ言われてたんだよ。いや、ないと思うんだよ。まだアジアの人とか女の人がまだ魅力的なと思うね。おっさんの映画かな。いやいやいや、まあね、まあこれからまあエンジンかかってくると思うんで、まあまた西成の写真を楽しみにしてます。西成を探す。はい。で、次が、カセさん、はい、のやつが、もう今回、ね、全部撮ってるからね、大変やね、まあ、全部撮ってます、最後です、全部撮ってます、これもほとんど道頓堀、そうですね、南道頓堀から南側ですね、はいはい、何番のぐらいまで、若干日本橋、若干あの小田濃度の辺も入ってます、はいはい、これ並べほども指示なかったですか、はい、うん、もうどうしようかな、そう、どう並べてもらってもう全然おかしくないかなこれ並びね、これどうしようかなと思って、結局この2枚だけが、そうですね、建物で、建物はスナップですね、でこれも初め俺縦位置かなと思ったんですよ、こうかな、そうです、本当はそうなんです、撮った時はやっぱり立ち位置なんです、でもなんか一枚だけは立ち位置ってのも変なんで、はい、横にしたんですよ、ああ、そう、あんまり別に正しかったです、はい、これ横どうしたいのでも横でね、イエローも2枚だけ縦あるやん、だからこの間2枚縦探さなくてこんな罰ゲームいやいやいや、まあ良かったですよ、まあ、でもまあなんかあれですよね、なんかだんだんストレートに取り出しましたね、人とか、なんか、うん、なんかクレーム言われたりしないですよ、どうやって撮ってるの、かけて撮ってるの、声はかけてないです、正直、でも声はかけてないんですけども、はい、ドーンと真正面から、え真正面っていうか、その人と対峙するっていうみたいな感じですけど、はいはいはい、怪しい人、怪しい雰囲気出してから出たんですよ、いや、なんか、なんやろうな、逃げ隠れしてないな、うん、すごいな、なんか、どんどん撮ってる感じしますよね、これ、カメラなんですか、これ、GR です、あ、もう GR なんですか。じゃあ結構寄ってるってこと、そうですよ ね、 ね、 ね、いやいやいや、なんか撮りたくてもなかなかこれ撮れそうで撮れな い、 れない、ちょっと根性いますね、撮られる可能性ですか、ね、そう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 、これも完全に撮ってますよね、はい、これ声かけて撮ってると思ったんですか、これ本当に向こうの、撮ってるとシャッター押したときに、シャッター撮ろうとした、押そうとしたときに、目に線をくれたんです。なかなか明徳さんってそんなに。これ、明徳さんの、なんか、ビラ配りですか、そうです、そうです。あ、そう。これも勝手に撮ってるんじゃないですか。はい。これはお客さんですか、いや、それ店の人です。店の人です。その勝手に撮るって、どんな感じなんですか、いや普通はなんかちょっとこう隠し撮りとかするけど、はい、こうやって撮ってる、そうです、こうやって観光客が来るから、もう何気に中国人、そうです、何気に中国人、あ、そうなんですか、俺は中国人だから、これだから、これは僕は今まで春日さんの写真の中のイメージ、こういう感じで、で謎はこれですよ、
かけてるこれいる？これこれなんかある意味全部台無しにしてるせっかくなんかこうスナップやってんのにこれいらんちゃおうかなと思ったんですよ。これはこれはなんで？いやこれそれなんかおかしかったんですよ。なんか妙やったんですよ。いやいや妙すぎるっていうか変すぎるよね。これあまりにも妙すぎて入れたくなったんですよ。ああ、だからね、なんかね、これとこれはもう全然違うなんか相席させたらあかんような気がするんですよ、この中にこれにこれ入れたらなんかええもんが全部ね。だから僕一応下の見えんところに置いておきたかったんですけど、これだけはね、なんかまあある種これもちょっとまたこれはこれでいいんやけども、これはこれでまた違う感じがしたんですね、はいはい、うん。今回なんでカラーでした？いつもモノクロ多かった？多いですね、スナップは特に。なんでカラー？たまたまなんか今回は気分的にカラーにしたい気分になって。はいはい。え、春や。春です。頭も春になる。でもなんかカラーの方が僕好きかな、はい。モノクロよりもカラーの方がなんかいい感じ。なんかもっとどんどん、なんかこういうの撮れたらね。撮れるうちに撮っといた方がいいと思う。まあ怒られん範囲というか、別に怒られてもいいとは思うんよ、引っ張られるかわからないけどね、うん、でもまあなんかこれがほんまになんかスナップのなんか面白さやなと僕は思うけど、うん、ねえ、もっと全然こうやっていろんな人を撮っていって面白いです、うん、だ下に前だけ終わったらちょっと回路が違う、うん、撮らなくていいですそして、その僕の春日さんの隣に岡島マックス6枚、まあね、僕昔はほんまにフィルムやってた頃はほんまにコンパクトのカメラに、モノクロのフィルム詰めてで、なんかこう食器をこう乾かすザルみたいなやつ、はい、あれで現像やってたんです。フィルム10本ぐらい詰めて12本とか入れてぐしゃぐしゃってもうええ湯加減やないうぐらいの高温で、でまあ俗に言うなんか素粒子みたいな世界をもう10年以上前からずっとスナップっていうかそういうのをやってて、やっとなんかこうそれに近いようなデジタル処理ができだしたっていうか、そうだね、そう違う、その魔法のね、あ、まあ、ソフト、魔法のソフトあんまりみんな持ってても言いたくないですね。あれみんな持ってんのに言わないんですよ。やっぱね、あれ持ってるの？あのソフト持ってるの？え、いやいや、写真のヒロポみたいな。Google も、そうそうそう、持ってんの？え、持っててあれ？これは逆に言うと、違うわ。すごいあれヒロポンですよ。ヒロポンみたいな今頭ユンケルですよ。ユンケル。すごいユンケル度高いんですよ、そのソフト。なんかそういうソフト何使ってるんですか、モノクロやるとき。モノクロやるときはフォトショップとか。だいたい現像するんですけど、ライトルーム使って。ライトルームとかで、ね。で、その Google のヒロポンですよ、ね。持ってるの？持ってますよ。買いあの7本セットになってじゃん。7本セットになってやつ持っちゃいましたよ。え、持ってますよ。まだ買おうと思って。ああ、持ってない。1万5000円。あれ、もうちょっと上がるんちゃう？円安やから。円安そうそう。149円。なんかね、まあ、シルバーエフェクト。もう名前出します。シルバーエフェクトという、現像ソフトじゃなくて、その、どういうんですかね。プラグインですね。ライトルームとかフォトショップをこう稼働っていう、それですごいです、あれは。あれはもうね、まあすごいっていうか自分がよく考えられたんですよ、うん、フィルムで撮った感じであったり、そのコントラストが粒子とか、それがもうまあ簡単っていうわけじゃないけど、そのベースに銀塩の経験がある人にとったらすごいいいソフト、うん。そのソフト使うのに、はい、いいカメラとか、うん、古いカメラとか、うん、どっちで使った方がいいんですか？え、これ
500万画素ぐらいのコンテンツで撮ってます。まあ、あのこれは1日目はこれ 3日行ってるんです。ああ1日目はニコン の、 あの乾電池で動く600万画素のカメラで撮って、日本橋行っていつも行くソフマットにガラクタ売ってるとこあるんです。そこでカメラ3台買いました。1台1280円で、で2日目はそのキャノンのパワーショット1000万画素の1280円のやつでめっちゃ映るんです。うん、で、なんかそういう、まあ、1台はペンタックスはあの藤原さんにあげましたけど、はい、あのだから、なんていうのかな、あの画素数上がると、まあ、難しいんだけど、その昔のって連写できへん、ね、あで、それが今のやつはエンジンも上がってるし、解像力というか、データも大きくなってるんだけども、まあ、出力がでかい、そうですね、でもね、結局、画素数はやっぱりね、僕ね、500万画素でええってちょっと思ってたんです。でもね、これニコンの600万とキャノンの1000万で言えば、まあ、レンズのいろんなものあるんやけども、キャノンの1000万の方が綺麗。やっぱ画素数って今までそんなにいらんかな思うんだけど、いくらアラスにしたってもベースがある程度、はい、うん、あった方があのいい感じなんですよ、はい、で、だいたい400ぐらいから800ぐらいって言ってるんですよ、全部。で、一応ぼやんとしてるんですけど、そこにこうシルバーエフェクトという振りかけしたら、はい、めっちゃうまい。まああんまりね、みんな、僕はなんでみんな言えへんのかなと思ったら、やっぱり捕まりたい。乱用しすぎて。やっぱ使ってるねみたいな。そうなんですよ。だからまあそれでなんかやっとほんとも僕はまたモノクロで、まあ昔こんなん好きでやってましたから、またやれるなと思って。あ、うん。それはフォトショップだけではなかなかね、難しいというか、その熟成するまで、まあ、近いものはできるんやけども、そのできない。これもだから、焼き込み、追い焼き、ある程度勝手に HDR でやってくれる。うん、こんなの出ないですよ。普通やったらこれは銀塩時代はここを追い焼き手でやってたわけやけど、これがある程度出てくるっていうのはすごい。だから言って、それが使ったら誰だって、いけるわけではないです。そうですね。それは足立さんに言ってるの。足立さんも使ってるの、はい、今日、あの何社さん来てない。来てない。あ、何社、次の写真、何社さんの、うん、あ、これもちょっと、うん、あの飛び道具というか、初めに何やってるかね、これ全く僕もわからなかったんです。どういうことなんかなと思って、で、ずっとこう見ていって、まあ、特にこれは笑いましたけど、ね、これは一番笑いました。で、こうあって、何のことなんかなと思って、一応、クイズそう、クイズそう、そうなんですよ。クエッシュ、これが全体像なんですよ。で、この上に、なんか、Q って書いてある、クエッション。で、その下に答えが載ってたっていう。アンサーこれアンサーで9枚で9で、それは関係ないと思う。ただクエスチョンで、ほんでアンサーがこうあって、さっきのこの左上で言えば食い倒れの柄ね、があって食い倒れっていう。ほんでも一番やっぱ恐怖っていうかびっくりしたのはこれですよ、この写真。これがグリコの膝やったっていう。これはね、ちょっとね、衝撃。これは一番面白いの。これ、ね、何のことやらないの。なんなんやこれは。だからグリコの膝のアップをこうやって。ある種、今回では奥山君と争う作品ですね。1位、2位を。うん、これが、この今回のこれがなんかコンテストっていうか、グランプリ決めるとなったら、多分これとは奥山君が。1位に争うんです。ああ、そうですね。うん。だからといって、なんかね、まあ、これもコンセプチャルじゃないんやけど、まあ、なんか写真の妙っていうかね、でもこればっかりになるとね、なんか違う、やっぱりイエローみたいなのいるんですよ。なんかこう、生の現実に、その、なんかそのままぶつかっていくみたいな。だいたいみんながぶつかってたらね、
出なくなる。もう SD カードおられません。だからバランスでやまあこれも良かったな。もうちょっと聞いてましたもんね、この2つの僕らの。うん、だからまあ、大体全員がこういうことで写真を考えなあかんのかなと思うのは、僕、ちょっと違うよ、これはこれ、今回良かったんですよ。でもまあ、写真って、まあ、いろいろ、お目見なみでも、うん、こういうことがあるから、でも常にこれ、一生こんなこと、ほんであなたはやっていかなあかんのよって言われたら、つらいよね、つらいよ、無理や。もう常にこういうことをや期待されてたら、だからでも、今回、たまたまこれはこれで、いい感じでできてたから、よかったなと思います。そして、その横に、またこれもね、ヒルダさん、どうだろうね、ヒルダさんは実質、これが、最後に。ああうん、最後というか、ね、別に墓場行くわけじゃないですけど東京に栄転されるヒロトさんのやつが、タイトルヒロさんなんでしょう、トンボリワルテック。それ放送禁止じゃないですよね。いや1秒ってこと。あ、そういうことですね。あ、実際1秒なんですか。いや、多分実際2、3秒とか違うよ。違うよ。4セックとか3セックじゃなくて、なんか1セックってのはなんかこう音的にいいかな。ああ、これ1秒みんな走っとるよ。なんでロードまで走ってんの。これもね、ある種異色作品ですよね。これはもうずっとやりたかったってやってますもん、ね。これはそういうのやってたんです。もともと三脚立てて絞り切った上で、まあでもまあ裏を言うとこれ実際全部ストロークタイプですよね。だからまあ本当はもうちょっと暗いところだと人が止まるんですけど、さすがに真っ昼間のねこういうドッピー感だと、これも耐えてる。これも耐えてます。耐えてるんですけど。まあ、このちゃんは多分これやっぱ4秒ぐらいこう多分持ってるんですけど、だんだんイライラしてきてるっていう、ね、これも耐えてるんですか。これも耐えてますよ。みんな耐えてますけど全然止まってくれないんでね。もうちょっと暗い曇ってた方が良かったです。暗ければもうちょっとね映像として止まるかなと思って、ちょっとあまりにも真っ昼になってて。でもこれ三脚立てないでしょ。立ててます。恥ずかしくないですか。恥ずかしいですよ。三脚だけで撮ってるんですよね。これは三脚立てない別に、まあ、一応だから背景は全部ブレてない。はいはいはい、はいはい、でも僕ね、まあ、この一番、まあ、みんな興味を持ったのはこのウサギの人、まあ、これペットなんですか。そうなんですか。僕も声かけて撮ってるわけじゃないんですよ。あこれただそうなん、ただこうやって三脚撮ってそのおっちゃんったらポーズ作り出したんで。これアジアの人ですか。いや多分日本でもこの人いるんじゃない。この結構割と見えますよ。あ、この人は、うん、いやこれはちょっと異質。これもね、僕一番好きなのはねこれ好きです。なんかもう実際これでいいちゃうかなと思って、なんかバーっていろんなとこ、これをでいろんなとこ大阪のやつ見たら面白いんじゃないかな。まあ、特にここら辺ってすごい人が歩いてるじゃないですか、はいはい、だからこのなんか人の躍動感っていうのとか、まあ、とにかくもう混んでる、ね、人がもうとにかくわーっているっていう感じなのはね、やっぱなんかこう撮りたいな。でもなんかやっぱりちょっと怖いですよね。なんか不安とか感じますね、うん、躍動感より僕不安の方が強いですね、これ、うん、これもあのユンケルユンケルの HDR っていう、HDR、はい、いやもう結構ぶつかってるんですけど、全然知らなかったです。1年に多分1年ぐらい、1年2年ぐらいかな。もうずっと常用してるんですか。常用してる。大丈夫ですか。骨抜きではもうダメでしょ。骨抜きでしょ。だからヒロポンやん。いやヒロポンだから、ヒロポン。いつもだからライトルーム出してあのなんかライトルームでそのライブライト出してるモノクロも全部見てるから、みんなそれなりに感心してくれるから、あバレてね。あの左に HDR の中の項目いっぱいあるじゃないですか、ええ、の何を使われてるんですか。ね、ディープを使った上で、あ、ディープね、ディープを使った上で、そこで下にストライラックスとかいろいろね、はい、いうものをこちょ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 こ、ディープ1と2あるじゃん。ディープ1と2のあると、僕は本当に奥行きのある方ですね、あの2じゃない、上の方ですね。あ、1を使う、1を使う、ね、あれが一番ドラマチックに見えるんですよ。はい、言うてしもた。言うてしもた。いや、まあ、ほなもまあね、
ああいうの使いようですからね。であとはそれにこう自分なりの補正をかけた上でそれを、うん、あのカスタマイズしたものを保存したやつをまた置いてないっていう。そうですよね。なんかまあ写真の幅が広がったっていうことでいいと思いますよ。なんか、うん、それはね、僕もやっぱデジタルってどうしてもやシャドウ潰れるじゃないですか。潰れますね。だから本当だったらもうちょっと曇りの日で撮れればいいんですけど、はい、毎回毎回曇りでね、曇りのあの、はい、フラットの光源で撮れるってわけじゃないんで、はいはいはい、どうしても晴れてしまうとどうしてもやっぱり見えやさられてしまう、はいはい、でましてはデジタルってそこをすごく、はいはい、ね、なかなかクリアしてくれないじゃないですか、うん、あのネガとかだと焼き込みとかでね、うん、カバーできますけど、そう思うとなんか例えばそのフォトショップとかでも、うん、もうちょっと項目があってもいいと思うんですよ。ちょっとサボりすぎですよね、うん、もうちょっとこんな感じじゃないですかっていうお伺いを立てれるような、だからそれで言うとライトルームもうちょっとあればいいじゃないですか。ライトルーム あとはデジカメの方でも、うん、まあ、大体あの HDR って3枚撮るじゃないですか。はいはいはい、あれじゃなくてもなんか1枚のうちで何か完結してくるよっていう感じもしますよね。まあ1枚でシャドウと中間とハイライトを、まあ考えてね、ていうか、まあ、一つの撮影の中で全部取り込めるような、そう、まあ、多分できるんじゃないですか、そのぐらい。あのまだやることいっぱいあると思いますね。まあ、あると思いますよ。だから可能性はまだ始まったぐらいじゃないですか、まだほんまにいろんなことできるなと思います、ね、うん、そしたらこちらがね、その後ろめたく感じることだね。そうなんですそうなんです後ろめたい。いや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 、ほんでもフィルムやってる人もフィルム選ぶでしょ。ああそれとよく似てる部分で、こういうのも欲しいから。だってね、モノクロだって焼き込みするわけだからね。同じフィルムだって現像やり方で全然上がり違うわけやから、まあ一緒ですよ。現像のやり方が違うと変わるという。ほんで、次は、キャップ最後に長さちょっとですよ。今回一番苦労人と呼ばれてる。白髪増えましたね、はい、もう仕事も忙しかったね。30連勤とかやってましたからね。ね、仕事忙しくって、ほんまに。まあ、唯一楽しみは大きいテレビに見てるだけ。そうそうそう。それでエロ見て泣きそうだ。そうそうそう。はい。もう自分で言ってくれました。で、長さんのやつが、最後に。結構いろいろ撮ってますよ、ね、けど道頓堀がメインですね、はい、うん、ちょっとね、映り込みもあるんですけど、え、これユンケル使ってんの？ユンケル使ってます。僕はどちらかというと、はい、使い方間違ってないそんなにそんなむちゃくちゃ深くは伝わってないですけど、はい、だからどうしても会長出したいなと思って使うんですけど、うんうん、で例えばあれフィルムっていうのがいろいろ選べるやん、トライ X とかなんかいろいろあるやん。ありますありますね。それでやってんの？それで何のフィルム使ってんの？これトライ X。 トライ X、うん、トライ X こんなんやったっけトライ X こんなんやったか違いちゃいますわ、それ別ですわ、違うでしょこれトライ X、 もうちょっとシャドウっていうか色が、だからあんまそう前はトライ X やったんです、うん、終わりかけるとトライ X。 これ何何本だ、なんか富士系ですか？富士系やと思います。あんまり多分富士系やなと思います。やったはずなんで。ニオパン。ニオパン。SS。3S。確か富士やったはずですか？富士のどれかちょっと。はい。どうなんですか今回この長さん。時間なくてどうしようか考えてて、もう道頓堀って考えた時にもう混沌とするしかなかったんですよ、うん、もういろんなものが混ざって、うん、でそれでも取りに行こうかなと思っていったんですよ、うんうん、これ一瞬笑ったけど、ただこれがすごい自分でも嫌感あったんですよいやこれお地蔵さんですよね、はい、これはでもね、なんか初めのこれ結構かっこいいなで、これね、なんかこのパンツね、おさまね、これがちょっと怪しいなって、そうそう、これ 100% 怪しいな。これは何なの？なんかこう知り合いの人、いや、完全にカメラ見てるんだよ。見てる。俺こう撮ったらもう見てきよったからもうちょっと撮ったんですよ。中央。ああ。まあこれまあ
あれこれは一枚どこかな。でもこれなんか好きなんですよ。俺もおっさんと喋って、うん、でこれなんかね、なんかこれ見た時なんかね、木村伊兵を思い出した。木村なんか知らんけど、木村伊兵のなんかパシャンって撮った写真、これいいですよね。文字がどうこうって関係なく、うん、でもどうしてもね、僕もこういうのに反応するんやけど、病気やねこれ。なんか同じものがバーッ並んでたら撮ってしまうよね。救済してほしい。なんかね、僕も撮るんですよ。救済してほしい。で、まっすぐ撮ろうとするんですよ。5枚ぐらい撮ってる時間ね。平行ちゃんと出さなあかんとか言いながら、病気なんですよ、これ、うん、病気、救済してほしい。まあね、これは定番ですよね。船乗ったとか。いや、これも意外に船乗ったの。どうでしょう。船乗って、もう日本人俺だけですよ。えぇー、岩手町で、で、案内するおばちゃんおるじゃないですか。最後帰る時、終わる時に国に帰っても大阪のことを忘れないでくださいって言われて、それは俺、宮古島出身なんですよ。いやいや、いや、ちょっとタイプそうそう、タイ、タイ大阪の忘れないでくださいいや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 、でもまあ、定番のこのおっちゃんと出るやつ最後、うん、最後なんて。いや、ほんともなんか昔みたいに強調してないのがいいんだよ、ね、なんか目の高さ、まあ座り込んでるんやろけど、これも、うん、でもね、なんかね、最後のなんかね、この辺ぐらいから僕ね、なんかいいなと思い出したんですよ。この辺からかけて、このラーメン屋もいいし、なんかこの一枚の写真がどうこうというよりも、なんかこういうのずっと、それこそ何年も、ずっとなんか南と南をずっとまあ5年、10年撮ってたら、こういう写真ってすごい来てくんちゃうから、風俗っていうか、その世の中のあれが写ってるからね。いや、面白いな。南もずっとなと思ってはいる。まあこの今年入ってはちょっといけなかった、うん、お仕事ですから、ね、うん、基本ずっとってた。いや、なんかね、今までこういうのすごい悪意を感じる。なんか、あ、だからあの家森さんの見てすごい自分反省して、なんかね、これってね、優しく撮ってる気はしますよ、ね、気使って撮ってる一応、うん、だから全体今回はなんかそういうちょっと優しい部分があって、はい、ただなんかトーンにパンチがなさすぎるのが気になる。若干ね、黒つぶれが嫌がるんですよ。いや、まあいつももっと黒いもんね、うん、だからなるべく会長出したら僕に行こう、うん、いや、はいはい、まあ、なんかだから岡島さんの見て失敗したなと思った。いや、俺のはね、ビビらせてくれですよ。あんなやったら誰もビビるんですよ。まあ、ありがちな写真だから、そう思ったらこういう写真に僕憧れるというか、あ、いいなと思うんです。ほんまになんか記録として、あの記録としてすごい有意義な写真やなと思うから、そう思うとね、俺の記録じゃないんですよ。なんかこういうのがなんかね、うん、でもなんかね、自分の中で、その場限りで決着つけるっていうか、もう別にこれずっと残したいとか全く思わない。その場だけ消耗したらもういいっていう。中さんはもうこれを何年も続けて、実際その南の町の移り変わりとかそういうのもこう記録してほしいなって。そういうことはすごいヒューマンな、僕にはできへんけど、なんかやるべき。よく70のおじいさんぐらいがなんか定年してね、はい、なんか作る写真集とかありますよね。はい、なんかそんな応援するよ。ビーズがあったら応援する。応援しちゃってね。あ、わかる。俺も応援応援しちゃってね。いやいやいや、まあこれで今回で、大阪を探して6回やりましたけど、終了。一応休止ですよ。休止っていうか、まあ大体休館言うてね、復活した方がないのと一緒でね、多分このまま終わるんかもわからないですけど、なるまま復活じゃないですか。まあただまあね、町写真は続けたいと思うんですけど、まあ蛭田さんとか山口さんとかね、いつもよく出してた人がこう、まあ、仕事のあれで離れた時点で、まあこういう危機感はあったかもね。だからほんでもまあ蛭田さんがね、東京を撮ったやつをまたまあ、中の風でビーズで展示できたり、山口さんが博多撮ったりね、うん、あと別に大阪縛りなくして、ね、まあ曽我さんが名古屋って言ったり、ね、そういうのができたらいい。ただそういうのをなんかタイトルとか、うん、なんかこうクッとくるもんが決まれればまた復活するかも、ね、
まあ、ただ大阪はね、まだまだあったのにね、できなかったのもあれですけど、災難が来たとかありましたから、ね、そうなんですよね。だからまあ人間のちょっとした言い争いがね、こんなふうにすいませんでした。どうなんですかね。いやいや、まあね、ほんまね、頭剃ってこらあかんかも。いや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 、え、中野さんですか。俺がちょっとやるよね。いや、まあね、空気読め。まあこれ内実の知らん人とは何の話もまた来られない。まあとりあえずまあこの大阪探すで6回にして、まあこれ以上終わると、まあ復活するかもわからないですけど、でもまあ、 今のところで言うと、まあ復活する意思はなからない。でもお待ち写真っていうのは続けたいなっていう話で、でもまあね、実際今回6回やった中でね、やっぱ街で出て何かこう写真を撮るっていうことに興味持った人が賛同してくれて出してもらってるわけだから、うん、でもまあ6月に大阪、大阪店で環状線、はい、まあ南千葉の一等車さんが、大阪環状線沿線を撮るっていう企画のタイトルそのままで、うちも共同企画ですから、で環状線を撮るっていうのと、で4週目っていうか最後の週に、手塚山のライブライトさんが夜行大阪って夜の大阪を撮るっていう企画をうちももらって共同でやるんで、またよかったら全部出そうで、俺感情せねえで、いや夜も好きなんちゃう。夜ねやったら春日のキャラがやってますから。いやいや、ほんで2週目が、1週目が感情せんとるで、2週目がダルママンズだ、3人が、まあ僕はまあ大阪を探せって使ってほしいんやけども、まあ多分使わないんですけど、やって、で3週目がおはようございます室田君が今ほんなことで言いました。ほんで3週目が大阪ポートレートっていうか、まあ人を撮ってる人らが、まあ大阪のエリアで撮るっていう企画で、で4週目が夜行線あるんで、またよかったら、はい、こんな感じでいいです。いいです。なんか最後キャプテンでした。締め、はい、ちょうどまだ20分ぐらいあります。20分ぐらい長いな。長いな。いやいや、雑談今まで1時間ちょっとですから。どうも、今回終了したのがやっぱ寂しいかな。寂しいんですか。やっぱ結構勉強になりましたか、ずっといろいろってやってて。一人大阪を探して。古典は、古典は嫌。古典ね。いや、まあ本当はアプローチが、やっぱりそれぞれあるのがいいんですよ、これ。みんながなんか同じアプローチで、そこでなんかこうやってたら、面白くないし、でもやっぱそれぞれのスタイルじゃないけど、やり方ってある。今回特になんかいろいろね、出てたから面白いですね。はい。まあ、ただそれが南っていう道頓堀あたりの、まあ、場所も良かったから、ね、うん、西岡学園やったらこんなのならへんわ。西阿部のとか。やっぱりみんなの知ってる手垢がつきすぎた場所でどうすんやろって考えた時に、すごい難しかったですね。なんかいろいろあって良かった。うん、まあ、ほんでもまあ、イエローには早く西田に帰ってもらうっていう。もっと西田の写真見たいしっていうこともあるよ。まあ、いろいろあるじゃん。中さんも、まあ、大阪、まあ、まあ、これからもずっと行ってきます、ね。ただまあ、時々、まあ、街写真の企画展が、なんかまあ、名称はわからないけど、あればまたね、なんかこうやってできるし、ただ、バラバラやったらこうやって話する意味がなかなかないんでね。だこれはみんなで、こう、大阪を探すエリアがあって、っていう意味で言うとこういうトークするのも意味あるけど、これバラバラやったらね、個々のあれになってしまうと、ちょっとそこが今後どうするか考える、まあ、やってみたい気がしますね。はい、まあこんな結末になると思わなかったですね。ほんまに申し訳ございません、はい、こんなにね、いがみ合うとは。いや、いがみ合ってない。でも終始いがみ合ってますよね、何かでね。いや、実は常にね、大阪を探せば歴史はそうです。はい、歴史はそうです。で、何人も抜けていってますからね。はい、一回抜けてまた入ってきました。はい、提唱者も抜けましたから、ね。いやいや、まあ、まあ、だから仲良しチームじゃないっていうところは、
よかったの。はい。まあ本気である分ね。ある種殴り合いしました。殴り合いはできちょっとはできたかなっていう。でもまあ、楽しんでやりましょうっていう。楽しんで殴り合いましょうって。はい、っていうのをあの中野さんに。そこで最後ボソッと言う大阪さんこれで終わりで来週が、あもう一個あのフライヤーあのもう一個あるビーチの横行きのやつ来週は、ビーチジャムセッションっていうもうボール3ですね2ヶ月に1回あありましたありました、あほんまや危ないとこやん。いや言うてくれな。いやまた亀裂始まるとこやったわ。いや藤原さんのやってなかった。コビーツではいや中さんので終わってしまったから。中さんのコビーツは藤原勤君がビーツのメンバーなんですけど、ある種彼も南を取ってます。とこれは初めは吉田君がやる予定やったんですけど急遽なんかやらなくなったんでピンチヒッターで藤原さんが「ほんなら僕はやります」って言って、まあ、短時間で、まあ、あっちで南やるの分かってたから彼も南のエリアを、まあ一個一個ね本人がいないんでね説明っていうか話できないのは残念なんですけど。コビーツを使って全部このモノクロからあモノクロコピーか1枚10円のモノクロコピー用紙で、まあ、撮ったやつを全てこうコンビニで出力した写真を、まあ、ランダムっていうか並べたっていう感じですね、うん、まあ、写真ではねあまり暗くしてないんですけどちょっと照明かなり暗いです夜はいいんですけどね昼間見るとはっていう感じになるんで照明をこれからこれのやり方やるときどうするかっていうのは課題かもただライブ感もすごい誰よりもあるかもわからないですけどねでも彼も結構体張った場所を取ってるんでまあこれがどうこうより向こうの壁これで全部埋めてみたいっていうか気はしますけどまあ500枚ぐらいもっとあるか張れるかわからないですけどやんでください。はい。いやこれ以上読めへんって。もう広く持たなくて大丈夫。いや来週がオンでビーツジャムセッションで、ポートレート。まあ見えないからなんですけど、はい。こういうやつです。ストロボを使った。そうです。ストロボを光らして人を撮った。ことを、来週、まあやるんで、またよかったら来週雨らしいね。そうです。ビーツね前昔からそれギャラリーって雨降ったら人来ないんですよ、ね。そう、ね。やっぱりね足外出るのやめてしまうというか。まあ来週もちょっと観光通りかもわからないですけど。中さん最後です。もういいじゃん。別に大丈夫。曲流れてるよ今。なんで？まあ今回ずっとボブ・ディランを流してたのはなんか結局写真に真摯にっていうかなんかねやりたいなとこういう事件じゃないけどこれが最後というのもあってだから写真やる意味とかなんかこう真面目にまあ真面目って言ったら何やろっていうかそういう意味でやね、いつも BGM 考えるんですけど今回ボブ・ディランが一番でこれはボブ・ディランの初期のやつ、うん、ボブ・ディラン初期ですねわあ もう話終わりましたはいどうもありがとうございましたありがとうございますタイマー1分準備しないのでまたいつか会える日があればよろしくお願いします最後山田さん出れたかったあ、うまいね。